技ですが、前節やっとリーグ戦にこうメンバーとして帰ってきまして、怪我で出遅れていたんですが、3年ぶりにこの長崎に復帰した黒木、この存在は大きいですよね。そうですね、まあ、ルヴァンのところから復帰はしたんですけども、はい、やはりね、さあ裏に出た澤田から低いボール、中村決まった、長崎先制、中村啓太が決めました。2試合ぶりの得点、今シーズン自身2点目、前半の18分です。まずね、この澤田選手の飛び出しですよね。いいタイミングで飛び出しましたよね。でキーパーとディフェンスラインちょうどね取れないところにいいクロスでしたね。もう本当に、ね、中村選手決めるだけでよかったですよ、これは。まあ、ただね、この中村選手もね一つ駆け引き入れてるんですよね。ニアに飛び込むふりをしてファーに流れるっていう、はい、うまくねディフェンスの目をかいくぐって、ね、最後は気持ちですよね。素晴らしいゴールでしたね。いやーゴール前のそのクロスと、そして中村の動き、この精度が非常に高かったという長崎の先制点です。ホームの長崎がガンバ大阪相手に先制点を奪いました。佐藤さん、はい、高木監督ですが、得点の瞬間コーチ陣とハイタッチをした後ですね、すかさず、